倉峠奈良盆地から安越奈良街道を登り詰めたところ。道の傍らに峠の茶屋も見える。竹内峠大阪平野から竹内街道を登り詰めたところ。前方奥には下った先の奈良盆地が見える。峠とは山道を登り詰めて、そこから下りになる場所。山脈越えの道が通る最も標高が高い地点。なお、峠の片側にのみ。 大きな高低差があって、もう一方の側が平坦に近いものを、片峠という。日本での片峠の代表的な事例としては、薄い峠がある。峠は、中国地方で多をあるいは、外とも書き、多を、とう、多は、多、和毛などと呼ぶ地方があり、地名などにも見られる。登山用語では乗り越し、または単に、越しなどともいい、三礼、尾根道に着目した場合は暗部、窓、 これとも言う。かつて峠は国境であり、その先は異教の地であった。そのため、峠はこれから先の無事を祈り、帰り着いた時の無事を感謝する場所でもあったことから、祠を設けているところが多い。この祠は、異教の地から悪いものが入り込まないための結界の役割も果たしていたと考えられる。本来の意味から転じて、 何らかのものの勢いが最も盛んな時期のことを峠という。峠の語源は、た向けで、旅行者が安全を祈って道祖神にた向けた場所の意味と言われている。峠という文字は、室町時代に日本で海異で形成された国字である。移設として、北陸から東北にかけた日本海側の古老の言い伝えがある。田尾は湾曲を意味していた。両線は、 峰と峰をつなぐ湾曲線を描いており、このことから両線を古くは田尾と呼んでいたという。峠とは田尾を越える場所を指し、田尾越えから峠と変化した。したがって、両線越えの道がないところは、峠とは呼ばないのが本来である。同じように、田尾から変化したものとして、湾曲させることを倒める、倒める、その結果、湾曲することを倒む、倒むという。 あるいは、実がたくさんなって、枝が湾曲する状態を、たわわというようになったと説明している。なお、中国語では、霊という字で、峠の地形を表すことが多い。例えば、万里の頂上のある、発達霊や、映画、ああ、野麦峠の中国公開時の題名、野幕などがある。また、山口と表記する霊もある。朝鮮半島では、 アリランゴゲのように、ゴゲという言葉で峠を表す他、を用いている地名も多い。ゴゲは単独でもよく使われるが、ジェは主に複合語で、設備史的に現れる。漢字語のそばだとみねも使い、特にそばは朝鮮語漢字音としては珍しく読み方が二つあり、漢字は同じでも、大蕎麦駅などでは読み方が異なる。自動車等のドライブコースとして故障される、峠とは、必ずしも、 上記のような限定的な意味ではなく、山間部にある道路において、峠を含む、つづら折れの区間全体を指すことが多い。峠攻めなどの言葉がある。日本国外でも、近年、峠として使用されている。道路幅が狭く多数の急カーブや急勾配がある。峠道は夜になると、ローリング族や、峠族と呼ばれる、暴走族が出没することもあり、騒音や暴走行為が、 地域の社会問題となることも多い。日本、ありがとうございます。